50分の3500円。あの、ドリンクはプラスですか？プラス1000円か2000円のドリンク。一応系列の方やったら3000円なんですよ、セットは。タックスが 20% つくんで3600円です。あのカウンターだけでよろしかったらこちらで召し上がって。あ、歌えますよ。お酒飲めないので、はい、ドリンク、はい、どっかの国の方ですか？お兄さん。あ、台湾。喋れます。日本。すごい。すごい喋れます。はっきりは厳しいです。会話トークはできます。はいはいはい。OK です。3600円セットが60分。あ、はい。大丈夫ですか？ドリンク全部。ドリンク？あ、込みで。はい。飲め全部3000円。女の子のドリンクは別でかかります。はい、大丈夫ですか？多分いくらですか？1200円か2000円です。多分6000。あ、6000あったら楽しめると思います。じゃあ50分。はい、ありがとうございます。行きましょう。場所変えるから確定。はい、店は、はい、三宮は全部三つですね。三つです。どうぞ。楽しみに。旅行です。あ、はい。来週、台湾に戻ります。あ、台湾の方ですか？あ、そうなんですね。日本語お上手ですね。はい、すごい。ちょっと勉強でも…でも普通です。あ、難しいですか、やっぱり。あ、難しい、はい。あ、そうなんや。どうぞ。ありがとう。よいしょ。おしぼり失礼します。あ、それ翻訳？あ、けど…違うか、ワイパイないですか。あ、すみません。タバコ吸いますか？タバコ…あ、すいません。すいません。あ、はい、日本語ね。
あ、ミッキーさん。あ、そうです。あ、うん、嫁もするんですね。すごい。え、どうやって？何年くらい勉強されたんですか？7年前でもちょっと普通です。どんどん、うん、あ、そんなに7年前、うん、あ、初めて日本語の本を読む、すごっ、読む、すごいですね。でも、ほんのり普通ね。え、今回は日本に 何日ぐらい滞在してるんですか？あの、1ヶ月くらい、あの、うん、日本観光だから、あの日本語を勉強する、うん、あの日本語学校に行って、あ、はい、そうなの、はい、でも、来週戻ります、うん、はい、でも台風のせいは、あの、うん、もし飛行機の時間はちょっとわからないんで、あ、わからないよ、ちょっと大変ですよ、そうやんね、台風来てるもんな、はいはい、すごいね、勉強熱心ですね。ね、すごい、すごい。え、他に喋れる言語とかあるんですか？あ、でも、あ、でも、英語下手です。英語と日本語やったら、私が喋れますか？日本、あ、日本語は、英語よりいいと思います。あ、そうなんや。そうなんですね。でも、学校はたくさんの海外の人は、あの、全然英語を喋るので、ちょっとわからないですね。そうなんですね。はい、すごい。なんや、え、もうここら辺のホテルに泊まってるんですか？あ、いえ、あの、学校の寮。あ、寮なんや。はい。あ、いいですね。はい。もう、来週はどこに住んでは、どこに住む、ちょっとわからない。そうなんや。はい。そうやね。飛行機泊まるから。あ、飛行機もし、キャンセル。そうやね。大変です。怖いね。はい、怖い。カラオケもありますよ。歌えますよ。あ、そうだね。カラオケは好きですか？あ、でも、はい、ありがとうございます。私も台湾行ったことありますよ。あ、行ったことあります。はい。あ、どこ？あの、あ、9分。あ、9分。9分と、あと、私の高校が、台中一中っていう高校と姉妹校やって、はい、はい、でそこにも行きましたね、はいはい、ちなみに、あの、もし写真大丈夫ですか？どこの写真ですか？あの、もし、あの、うん、ミキさんの写真のため、ダメなんですよ、女の子を撮ることはできなくて。そうなんですよ、大丈夫、はい、撮りたかった、思い出に、はい、でも、あの、うん、本当は写真ないので、あの、うん、もしここ写真大丈夫ですか？あ、そうです、あの、私写らなかったら写真やったらいけます。あ、はいはいはい、うん、ちょっとすみません。写真思い出に、はい、はい、すみません。いいですね。ガールズバーって言うんですけど、ここ、あ、あの、ありますか、会話？私はいたことないです。はい、初めてですか？初めてです。あ、そうなんですね。あの、よくのインスタが見ました。あの、うん、オオカミちゃん、オオカミちゃん、そのミちゃん、はい、ちとの、うん、のインスタの、あ、インスタね、あ、放送しました。あ、そうなんですね。え、誰か可愛いなって思った子とかいました？ちょっと、お前の名前はちょっと、ちょっと覚えないです、すみません。え、嬉しいです、ありがとうございます。はい、もしよかったらなんですけど、一緒に乾杯してもいいですか？はい。ありがとうございます。女の子のドリンクが、さっき下で言ったんですけど、はい、別料金になっちゃって、あ、1000円
ちっちゃい1000円のドリンクと大きい2000円のドリンクがある。6000円以内に収めたり。あ、いただいてもいいですか。じゃあ1000円のドリンクいいですか。ありがとうございます。タピオカ、美味しいですよね。美味しいですよ。あ、そう、だから大きいやつもらいました。台湾で食べた。日本の映画で千と千尋ってわかります？あ、映画。映画。日本の映画。千と千尋の神隠しって。あ、見たことないです。すみません。その舞台が9分って言われてるんですよ、はい、台湾の。ああ、そう、それで私たち行きましたね、はい、でも私は台湾に行けど、うん、9分行ったことないです。行ったことない。あの私はあの台湾の真ん中、うん、あの小から住む。住む、あの全然九分にいたことない。九分ちょっと遠いんじゃない？あ、遠いですよね。あ、そう。九分ね、すごいいいところだったな。いっぱいお買い物しました。はい、買い物。そう。あ、で、あ、はいはい、九分。はい、そう、ありがとうございます。いただきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あの、うん、あ、調べましょうか。はい、これ歌手名、アーティスト、曲名、はい、アーティスト。あ、ちょっと待ってな。台湾語とかできるんじゃない？あ、大丈夫、あの、はい、日本語の歌を歌う。日本語。そうなの。でも、うん、ちょっと年寄りそうなん、ちょっと古い曲。あ、古い曲。そうなんや、うん、え、すごいですね、歌を歌えるの。すみません、ちょっと調べてます。わからない。ちょっと忘れた。ちょっと忘れた。そういう時もある。あ、え、うん、すみません、あの、あ、シノ？はい、そう、あの、レイン、うんうん、あの曲は、レイン、うん、あ、はい、曲名かな、曲名がシロちゃうか。あ、曲名はレイン。さっき出たあの歌手の名前で、ね、うん、曲はで、これなんかの歌ですか。あ、もし楽、あ、はいはい。いや、私も聞いたことあるよ、これ。すみません。すごい。おい。ナイス。出たんですか。すみません。何のアニメやったかな、これ。アニメの曲、うん、曲ですよね、そうですよね。あ、ハガメの前の背びやの沈み
うまいよ、うまいよ。清掃とか、無能とか、わがまんまなかってた君の一人で生きたかったけど押しついてるさような恋したことが気休めだな気焼きだはずなのに何よりしたしが心臓をその模様に目立ちれば昨日の私が初めて君が笑う雨はいつやめたでしょうか随分長い間休めば雨はどうしてもブリーチあのブリーチはブリーチ知り合いうわなんか聞いたことあるかもああどうでもちょっとなんか、うん、昔のアニメあちょっと昔のアニメ見てるんですね、はい、今のあんまり見ます見ません、はい、今あんまり今のやつはあんまり見てないはいそうなんやなんてブリーチはブリーチは英語ブリーチは、ブリーチは映像です。ブリーチ。はい。あ、ブリーチってあれか。主人公はその黒崎一護。これのやつ。ああ、このやつです。ああ、これね。はい。
平子真嗣とか出てくるやつじゃないですか。あこれが平子。あ、いえいえこれ主人公じゃない。これかすごい。あ、そうなんですね。なんかそうブリーチもちょっと昔のやつやけど、はい、最近なんか結構若い世代でも流行ってきてる。あ、ちょっと待って、でも3年前、4年前あの、うん、姫路の裁判、やるね。姫路の裁判、うん、姫路なんかあんの？すみません、ちょっと読めない。誰うん、あ、鬼滅の刃。鬼滅の刃ね、流行りましたね。はい、そうなんや。あ、鬼滅も見てたんですか。あ、はい、すごい。前は台湾有名です。あ、そうなんや。あの映画もで、うん、放送しました。はい、そうなんや。嬉しいですね、日本のアニメがそんな有名なんて。鬼滅、日本でも大ブレイクしましたね。ライブレイク、うん、ライブ、あ、そうそうそう、大ブレイクめっちゃ流行った。そうなんや、すごいね。じゃああれとかも歌えるんじゃないですか、鬼滅の刃の歌とか。でも本当に昔とか、あの、ワンピース。ワンピース、あの、ワンピースナルト。ナルト？はい。ああ、どっちも好きなの？ワンピースもナルト。歌える？ああ、でも、うん、でもやっぱりブリーチ好きです。ブリーチ好き。そうだよ。でも、ワンピースはあの、うん、今ちょっと長いですね。ちょっとあの、うん、時間ちょっと長い。ああ、そうです。はい、そうですね、20年以上のアニメ。全部見るってなったら、ね、時間がかかる、ね。私はあの小さいの動き、あの、うん、今社会で30年以上の。そうですね、私が生まれる前からやってますの、ワンピース。はい、すごいよね、ワンピース。ワンピースの歌歌えますか？あ、できません。なるほど。あの、うん、なんかゆあのユリユリユリ、あ、ユリ、あの、うん、最近あの日本語の名前はちょっと漢字が読めないです。あ、漢字難しいよね。難しい。ユーリーのと、あ、ユーリーね。あ、ユーリー知ってるんですか。と、うん、あとライブ、あ、ライブだ。歌えるんですか。すみません、一緒に歌いましょう。はい、ああ、やってみますか。やって、ああ、どうぞ。一緒に歌いますよ。すごいね、はい、これも歌えるんや。あ、でも前 OK、うん、あの後ろ、あの前の分は OK です。でも、うんうん、後ろの分ダメです。そうなんや。多分私じゃなくていいね、余裕のない二人やだし、気づけない喧嘩ばかりしてさ、ごめんね。ずっと話そうと思ってた、気取らしたし合わないね、二人きりしかいない部屋でさ、あなたばかり話していたよね。もしいつかどこかで会えたら、今日の子どうわめくるから、ゆうもちゃんと話せないけれど、あなたが眠った
でも、これから難しいです。ね、でも、歌上手ですね。あすごい、日本語も上手です。君じゃなくてよかった。もう泣かされることもないし、私ばかりなんてことがもうなくなった。あんなに悲しい別れでも時間が経てば忘れていく。新しい人と並ぶ君はちゃんとうまくやれているのか。もう顔を見たくない。これ、うん、この前はあの、Twitch の名前配信、あの Twitch Twitch はあの、うん、あ Twitch ね、あ Twitch か、あ Twitch Twitch はあの、うん、その歌配信みたいな、はい、でその歌配信、うん、あのその人、うん、あその曲、はい、どんな、誰を見たんですか？スイッチは誰を見てるんですか？これ、どう？でも、うん、あ、これ、知らない。あ、こう、多分有名じゃない。多分有名じゃない。あの、そうなんや。男なので、あの、うん、顔全然あー、そうね、わからない。VTuber やね。あ、VTuber、はい。すごい、はい、そうなんや。え、この人は日本人？あ、いえいえ、台湾人でも日本語上手。そう、台湾人なんや。すごい。そうなんや、日本語喋れる台湾の人。はい、はい、すごいですね、はい、すごいね。なんかいつか日本に住みたいとかあるんですか？あー、住みたい。でも、うん、うん、ちょっと難しいね。そうなの。あの、あー、もしあのビザあるし、うん、仕事あるし、
ちょっと難しいな。あ、そうなんや、難しいんや。そうなんや、すごい。7年間も勉強したんや、すごいね。あとなんか歌いたい曲とかあります？あー、でも これから、うん、地図を歌いたかったの？わかんない。大丈夫ですね。そうなんや。台湾語とかできへんのかな？タンゴ、タンゴありますか？あるかな。コンテンツ違うか。これなんだ、中文どっちかとかありますか？どっちこれでなったんじゃない？あれなってないか。無理か。あー、あの、うん、レモン、レモンだけ。あー、レモン。レモン。レモンも知ってるんや、すごい。レモン。レモン。いい曲、これも。夢ならば。すごい。結構知ってるんですね。余熱原子っていう。あ、いいの。すいません。夢ならばどれの恋かなでしょう、未だにあなたのこと夢見る、忘れたものを手に借りるように、古びた思い出の誇りを払う、戻らない幸せがありがとう、最強にあなたが教えてくれた、いつに隠してなくなる過去、あなたがいた永遠に暗いまま、昨日もこれ以上傷つくことなどありはしない、人はかっている、あの日の悲しみさえ、苦しみさえ、そのすべてを愛してたあなたの想いに胸に胸に離れた、抱いてものにも雨が降り止むなんて帰れない、今でもあなたは私の光。すごい。日本で知った曲ですか？台湾で知った？はい、台湾多分有名。すごい。セパレゾンオンダーソリカクロセンブルを得ている、受け止めきれないものであったり、あんまり出会わないまま涙だらけ、何をしていたの、何を見ていたの、私の知らない横顔で、どこかであなたが今私と同じような、涙にくれ寂しさの中にいたんだ、私のことなどどうか忘れて、I'm not afraid to die.
悲しみさえ愛の苦しみさえそのすべての愛してたあなたの想いに何を踏み離れた痛みも愛も雨が降り止むまでは帰れない南風が吹いた心のように今でもあなたが私の光えー嬉しいですこの曲が台湾でも流行ってるんですか？あこの人この人この曲も流行ってるんかな？分かんない、多分有名ねそうなんや、はい、でもこの人の曲結構いっぱいいいのあるんで聴いてみてほしいです。何これ、プレゼントも変なとこ落ちちゃったから。何歌ってたんですか？ああ、米津玄師。はい。でも日本語のやつ、あ、三つ分かるしかない。ああ、そうですか。米津玄師のやつと何ですか？ああ、いえいえ、さっきはレイネモン。ああ、レイネモンですよね。レイネモンと。あの、バラエフラワー。バラエフラワー。あの、何？ああ、レン、レン、レン。シドのレン。シド分からへんわ。え、全部歌ったんですか？あ、全部歌ったんです。あ、歌ったんですね。はい、歌ったんです。え、なんか他に歌いたい曲あります？そっか、3曲しか歌えんのか。え、なんか歌います？わからない。ああ、そうなんですか。この前、ユーナ。ああ、ユーナです。はい。なんです。名前ユーナです。ああ、はい。私は、ラン。ランさん？はい。はじめまして。はじめまして。どっから来てくださったんですか？ああ、どこを聞けた？どっから？あ、ごめんなさい、英語使えない。え、どっから？どこから？どこから？あ、台湾。ああ、台湾。最近台湾のお客さんめっちゃ多い。あ、はいはい。台湾から来てくれる人多いですよ。一回だけ行きました、台湾。あ、一回ですか？あ、そう。9分、9分行った。あ、今同じ気分。あ、9分からですか？はい、いえいえ。あ、違う、9分だって。しようか、私は、あ、台湾にいいけど、今日に行ったことないです。あ、そうなんです、あるあるですよね、観光地やから。お客さんしかこう来ないから。雨しか降ってなかった、台湾。はい、ずっと雨。あ、でも、多分9分多いですね。あ、そうなんです。他の場所、そんなに雨が降るね。あんま降らないとこもあるんですね。あー、はい。なんで、え、旅行ですか、日本。あ、はい、1ヶ月。あの、2ヶ月すげえ。1ヶ月。あ、1ヶ月。はい。の、観光ながら日本語を勉強する。へ、あ、短期留学？あ、旅行？あ、はいはいはい、短期留学。あの留学？あの、日本語学校、はい。うーん、でも来週台湾まで。ああ、そうなんですね。はい、一時帰国、一時、いつ来たんですか、ここ？ああ、どこ来た、あの、先月の。あ、先月来たんや。あの、ああ、じゃあ終わりが来ちゃうんや、もう。あの、8月あっ、いや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 、知らない、待ってください。何を言うか分からない。
あ、指示活30日日本に行きました。あれちょうど1ヶ月なんや、もうすぐで。え、楽しかったですか、日本。あ、楽しかった。あ、そうだね、うん、でも日本そんなに暑い思い出せない、ね、もう暑いやろ。あれ日本なんでそんなに暑い。日本は暑いよ。あれは暑いや、台湾も暑いや。でも台湾は暑かった、蒸し暑かった。はい、日本の方はでも暑くないですか。一番時期が良くない、8月来たらダメですよ、暑いから。あ、はい、もしよかったら、もし近い日本はもし、うん、冬とかの方がいいかな。あ、はい、で冬めっちゃ寒いから逆に秋とかがいいかも、10月とか。ああ、10月、秋、秋、うん、秋がいいかも、冬寒いから。はい、暑いのと寒いのと。え、まだ来るんですか、日本。あ、まだ来るんで、でも、もしよかったら、もう来ました。もう来ます。あ、まだ来る？はい、まだ来る。夏はやめとき、8月はやめた方がいい。あ、はい、暑い。暑すぎる。え、どこ、京都とか来ました？あ、来ました。もう、でも、同じ暑い。あの、観光客は多かったですよ。観光客。おー、多いで。多い、多いです。はい。観光客しかおらん。はい。あの、何聞いてる？すみません、ちょっと日本語わからない。あの、テーラー。有名なテーラー。台湾じゃ多かった。暑そう。京都一番暑い。あ、一番暑い。日本の中でも一番暑い。あ、そうでしょ。はい、京都はほんまに暑いからやめた方がいい。あの、本当に観光スポーツ観光の場所を来ました。金閣寺とか。あ、いえ、もう漢字読めない。どこ。ああ、清水寺ね。あ、清水寺ね。みんな行くね。はい。あの、嵐山。ああ、伊藤井だ。はい。あと、姫路。姫路城。行ったことないわ、姫路城。姫路城、まあ、登りました。ああ、どうでした。ああ、なんもなくない。はい、大変ですよ。大変よね。はい。行ったことないわ、姫路城。ああ、そうです。あの、神戸ですか。神戸人です。あ、違う、広島です、出身は。あ、広島、広島どこ。すいません。広島は近い、近い、こっから近い。広島は、何やろ、何も有名じゃない。広島。すみません。ああ、広島はここ。ああ、遠いや。うん、遠くないよ。あマジ遠いんかな。じゃあ遠いや。ああ、ここでお仕事。ああ、そうそう、大学がここにあったから。ああ、そうですか。ここで勉強してた。ああ、なんで高校生までは広島。ああ、あ、高校生まだ広島。広島で育った。大学、神戸に行った。大学学校で、そうそうそう。うん、あるある。あ
みんなちょっと都会シティを夢見てきちゃうから。はい。でも日本人は普段はどこに遊びに行ったの？それわかんない。めちゃ韓国語で、韓国、わからない。韓国、韓国の客でした。温泉行った、有馬温泉。あ、はい、近くに温泉があって、有馬温泉行った。有馬温泉、何するやろ、温泉行くな、温泉好き。ああ、そうですか。でも私は入るときはな、多分十分頭ちょっとちょろ悪い、起きた。あ、そうなんや。はい、これですか。あ、そう、有馬温泉近いでしょ。はい、電車で行ける。はい、行ったことあります。ある。はい、みんな一緒に遊び。ああ、そうそうそう、でのんびりしてる。はい、あんま人が多いとこ行きたくなくて、人混み嫌い。えか、京都とか行かない、人多いから。ああ、そうです。あ、人混み嫌いやな。何してるんやろ、他のショッピングとか。買い物。あ、買い物。本当にいろんな観光の場所です。うん、でも神戸なんもないよね、遊ぶとこ。ああ、神戸、多分海。海、神戸港、海。ああ、そうなの。神戸タワー。神戸タワーね。はい。神戸。なんもない。神戸タワー。はい。行ったことない。ああ、行ったことない。なんか普通はどうしますか、シャッピング。シャッピング？ユナさん。ショッピング？あ、シャッピング。ああ。普段は。最近行ってないな。ああ、行ってない。服、洋服とか。あ、いえいえ、朝、あ、普通はどうしますか。普通？店？わからない。ちょっと。普通？はい、休みはどうしますか？うん、休み？はい。あんまない。あんまない。仕事してる、ずっと。ああ、はい。うん、遊びに行くの？遊びに行く？行ってないな。行ってない。行ってないな。ずっと仕事してる。ああ、日本人みんなずっと仕事してるから。ああ、そうです。あんま旅行行かんのかな。ああ、そうです。いや、休みある？休みないな。ありますか？ないです。ないずっと仕事してる。毎日仕事してる。あ、か、家でゲームしてる、最近。ああ、家で。あ、うん、スイッチしてる。ああ。だからなんかあんま出ない。だから羨ましい、旅行で。ああ、そうです。楽しそう。日本が好き？でもない、横近いから。あ、近いから。いや、最近よく会うから。はい、ビザ、すみません、日本語わからない。90日ビザないOKです。ビザ、ああ、ビザね。あ、ないOKです。ああ、なるほどね。台湾人から。あやから1ヶ月なんか。あ、はい。でも、デイライン、デイライン、日本語わからない。すいません。あ、諦めた。諦めたの？ビザね、ビザ。3ヶ月。うん、3ヶ月、OK です。うん、3ヶ月以内やったら大丈夫。はい。だから1ヶ月日本いるんやな。はい。なるほどね。
大変や。次いつ来るん？秋。次日本に来る？はい。秋。冬。秋。ああ秋。いいな。楽しそう。え、仕事するん？帰ったら。仕事はしてない。ああ、でも。遅い。ちょっと遊んでるん。そうです。めっちゃいいやん。え、大学生？あ、いやいや、あ、もう、違うんや。俺、と、年寄りやる。あ、そうなの？そうです。30歳以上です。へぇ、旅行が趣味。旅行で、ずっと旅行してるの。はい。めっちゃいいやん。羨ましい。でも、お金、そう、お金のかけないは、うん、ちょっと無理です。お金ないと旅行できんもんね。はい、いいなぁ、羨ましい、素晴らしい。いいなぁ、旅行したい。どこ行きたいかな、今。パリ行きたい、パリ。あ、パリ、パリのディズニー行きたい。パリどこ？パリはどこやろ、イギリスらへん。あ、イギリス、あ、ヨーロッパ行ったことない。行ったことない。ああ、そうなんや。一回スペイン行ったことある。あ、一回スペイン。スペイン行った、スペイン行った。ああ、どこ？スペイン。どこ？スペイン。あ、ヨーロッパ。ヨーロッパ。あ、楽しかった。はい。コロナの前はよく旅行行ってた。ああ。コロナになって行かなくなった。ああ、そうです。そうそうそう。行かなくなったわ。え、私も一緒に乾杯させてもらえたりできないですか？あ、乾杯。乾杯。あす。乾杯です。え？一杯だけダメですか？一杯。1000円ですか？あ、1000円の。あ、いい？ありがとうございます。コーラ飲んでるんですか？はい。アルコール飲まないの？アルコール、あ、お酒飲めない。そうなの？台湾でもお酒飲まないの？はい、よく飲めない。コーラ入れましょうか。はい、コーラでいい？はい、コーラでいい。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ありがとうございます。乾杯。台湾語で乾杯ってどう？あ、乾杯。乾杯？乾杯。似てるね。え、これ何？翻訳アプリ？あ、はい、日本語の。勉強します。勉強できるんや。はい。清水寺。なんか京都って難しくない？漢字。あ、はい、地名とか。あの、私いつ読めない。読めんよね。読めないの。日本人も読めへん。ああ、そうですか。日本人も無理、難しい。昔の言葉が多いから。ああ、住所とか分からへん。はい、私も調べる。読めれへん。むずい、京都むずい。うん、これで清水って呼ばないし、漢字的に。おかしい、漢字もなんか変。ああ、そうです。清水、清水って呼んじゃう。おお、あ、発音違う。発音違うね。あ、漢字と言い方がちょっと違うね。あ、まあ、漢字ってむずいよね。はい、日本語って変よね。
私は台湾人からもう中国語、うんうん、中似てるよね、中国語、はい、わかります、あの漢字わかりますね、もう読めない、うんうん、あの日本語発音時間です、うん、ちょっと調べます、うん、むずいよね発音。でも漢字知ってたらある程度わかるよね、中国の漢字と日本の漢字ちょっと似てない、あーに似てます、似てるよね、はい、似てる、でも、意味は多分 50% 同じです、50% 違うんや、半分違うんや、半分同じです、でも少ない あの意味に近い、あ、そうなんや、はい、意味も違うんや、はい、今違う、困るね、はい、あの、多分例えばあの日本語はあの紹介でも中国は解消、あの、ちょっと時間あります、はい、違うんや、難しいね、何が一番楽しかったですか日本の中で、あー、一番楽しい、あのみんなと一緒に遊び、どういう仲間、あの学校、あ、学校のみんなとね一緒にいると一番楽しい、あの一人はちょっとかわいそう、確かに大変よねちょっとかわいそう、みんなで旅行行ったんや、楽しそう、はい、いいな、はい、どこ、あ、有馬温泉行ったみんなで、有馬温泉、どこ行ったの、あー、はい、温泉、大阪、いいな、大阪、でも大阪は、大阪、ユニバーサル、あ、はい、大阪行ったことあります、2回目、あの1回はあの学校の皆さん一緒に遊び、いいな、はい、2回目はあの USJ でも一人です、もう寂しい、 USJ ね、はい、そう、あ、そう、あの、そう、全然何もしないですね、あ、そうなんです、暑いです、暑いよね、あの人が多いしね、多かったです、あの、ずっと並んだ、はい、並んだお金たくさん出したら早く乗れる、あー、でも値段が高い、高い、めっちゃ高い、あの、マリオ買えないです、あの、整理券、うん、あの、あ、ダメです、入れない、あ、そうなの、行ったことないね、全然行ったことない、あー、US で行った、あ、違う、マリオに行ったことない、あー、マリオ、ハリーポッターはある、あー、私同じです、ユニバ行ったことない、ユニバで、マリオは行ったことない、はい、マリオ人多いらしい、人多いで、あの人気なんでしょう、人気です、あの、セリー券、あー、ダメです、へー、帰れない、悲しい残念です、大変そう、めっちゃ人気やもんね、はい、めちゃ人気で、ね、人気よね、いいな、行きたいね、ユニバじゃない、ああ、マリオのとこ、マリオ、でもなんか今度ドンキーコングの場所ができるらしいよ、ドンキーコングのエリア、ニューエリア、あー、どこ、ニューエリア、あ、そのマリオのところとドンキーコングが新しくできるらしい、はい、あー、新しいの、新しく、そう、ドンキーコング、ドンキーコング、あー、はい、そう、だからまた人増えると思う、あー、新しい、そう、新しい、そう、できる、はい、大変や、ユニバ行ってないな、全然楽しかった、ユニバなんか乗った、うーん、乗ってない、
楽しい方けど暑いの暑いよねしみんな夏休みやから人多いよ。あ、人多いですよ。子供たちが夏休みやから、あのドリンクも高いですえ、高い高い、はい、高い、めっちゃ高い、はい、並ぶしね、ご飯も。あ、ご飯食べないね。外の店食べました。あ、一回出てね。確かに私も出たわ。寿司ローあるから回転寿司食べた、はい、すごい。外の方が安い。はい、そば屋は安いね。間違いない。そうそうそう。はい、まあ、カフェ。日本食美味しかった、ご飯。ああ、はい。でも、私は台湾の時、あの日本料理めっちゃ好き。ああ、そうなんや。けど、でも台湾、あの日本に来たの時、あの、多分、食べる時、ちょっとしょっぱい。ああ、しょっぱいんや。はい、へー、はい。でも、OK です。OK なんや。はい、塩分だ、ああ、しょっぱいんや。へー。はい、そうなんや。辛いね。しょっぱいね。あ、しょっぱい。へー、知らんかった。初めて知った。全部しょっぱい。多分ラーメンラーメンのスープ、スープしょっぱい。あー、ラーメンのスープはしょっぱい。あれは飲まない。あ、置いとく。飲まない。飲まない。あー、そうですか。飲んだらダメよ、体に悪いよ。あー、そうです。辛い、あれはダメだ、しょっぱい。飲まない。おに、麺食べ。麺だけ。あー、そう。スープは残す。飲まない。あれはしょっぱいわ。あれはしょっぱい。うん。あれダメ。病気になっちゃう。ダメ。ラーメン美味しいよね。はい、しょっぱいわ、ラーメンは。はい。でも、麺は美味しいです。うん、麺は美味しい。でもスープはしょっぱい。スープです、ダメです。びっくりした。はい、スープ飲んじゃダメよ。はい、危ない。そろそろ1時間来ちゃうんですけど。あー、はい、ワン、そう。あー、OK だ。一応30分いるか、1時間いるか、チェック帰るか行っちゃう。あー、わかんないあ、1時間もし1時間延長の、もう1時間いるんだったら2000円。ああ、3000円。あ、で30分やったら2000円。あ、大丈夫。あの、帰る。これ OK です。あ、1時間います。帰る。はいはい、もう1時間。はい、1時間。一応プラス3000円。あ、3000円。あ、大丈夫です。大丈夫です、はい、いいの。はい、まだいる。ステイ。帰る。あ、帰る。あ、OKOKOK。はい、ありがとうございます。はい、次どっか行くの？はい。多分。でも、私の日本のイメージは、あの、うん、冬が多いです。冬？雪。あ、雪ね。雪が多いな。神戸は降らない。あの、スキー。あー、そうやな。はい、神戸は降らへん。あ、大阪も降らない。あー、そうですか。うん、あの、関西降らない。難しいな。はい、北に行ったら降ってると思う。北、上に、うん、あ、上の方。この辺は降らない。あ、場所による。あ、ここは全然降らない。見たことない雪見たことない。あ、そうですか。うん、もっと上に行かないと、北に上がらないといけない。ああ、そうです。うん、だから神戸も上やったら雪降ってる。おお、すいません。なんかこの辺行ったら降ってる。ああ、そうです。この辺は降らない。ああ、そうです。あれ、もし京都降ってる。あ、京都は降ってる、寒いの。ああ、そうです。京都は暑くて寒いから。ああ、そうです。好き、いいね。すいません、一応一杯ずつもらったんで6000円になります。はい、
4000円のお返しです。台湾でさ、オオカミちゃん人気なの？流行ってるん？あー、オオカミちゃん、あこの店、インスタで知ったんでしょ？あー、はいはい、この店人気なの？流行ってるん？よく会うねん、台湾の人。あ、そうですか。よく来てくれるね。はは、流行ってるんかな。私はインスタ、インスタなんや。あ、知ってる。調べた、はい、出てきた。はい、インスタ出てきた。投げなかった。